こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日は家庭でも失敗なく作れるクリームコロッケをご紹介します。玉ねぎとエビが入ったホワイトソースに衣をつけるととっても美味しいクリームコロッケが出来上がります。最後までぜひご覧ください。材料はこちらです。玉ねぎは縦に薄く切ります。冷凍のエビは水につけて解凍しておきます。エビは背ワタを取って洗い、1センチ角に切っておいてください。切り終わったらエビの水気を拭き取っておきます。フライパンにバターを入れて中火にかけて、玉ねぎを加えて炒めます。玉ねぎが柔らかくなってきたら、エビを加えて軽く炒めます。塩と胡椒、薄力粉を加えてよく混ぜていきます。玉ねぎとエビに薄力粉をよく絡めるように炒めてください。粉っぽいところがなくなったら、牛乳を加えます。フライパンの底に張り付かないように混ぜ続け、牛乳に薄力粉を混ぜ合わせていきます。だんだんと固まってとろみがついてきます。沸騰したら混ぜながら1分間しっかりと加熱をしてください。しっかりとまとまってきたら火を止めて、バットなどに広げて粗熱を取ります。表面が乾燥するので、ラップをぴったりと貼り付けておいてください。粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やします。このまま冷蔵庫に入れておけば、2、3日は保存可能ですので、お好きなタイミングで衣をつけて揚げたてが食べられます。衣の準備をしておきます。
ボウルに卵、薄力粉、水を入れて混ぜます。通常は薄力粉、卵液を別々につけますが、これを混ぜてからつけると衣が割れにくく、中身が飛び出して爆発するという失敗がなくなります。パン粉は別のボウルに入れておいてください。冷えてしっかり固まったら8等分にして卵型に形を作っていきます。手に水をつけながら丸めると、ベタベタせずにきれいに形が整います。薄力粉と卵の衣にくぐらせてパン粉をつけていきます。パン粉のボウルに入れたら、ボウルを前後に揺らしてみてください。手を使わずに全体にまんべんなくつけることができます。揚げる前に軽く形を整えて、高めの中温に熱した油で 2、3 分揚げます。箸で触るときは穴が開かないように気をつけてください。中はすでに加熱されていますので、パン粉に色がついてカリカリに揚がれば完成です。サクサクの衣の中からホワイトソースと具がとろりと出てきます。大きなエビがゴロッと入っているのも手作りならではの贅沢ですね。しっかり冷やすと意外と簡単に作れますので、ぜひチャレンジしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。